共立病院は2020年に津波被害のない高台に延岡共立病院として新築移転されました。特に力を入れているのが肝臓がんに対する焼灼療法です。理事長で肝臓がんの専門医である赤須育太郎医師に話をお聞きしました。延岡共立病院では、肝臓がんの治療をずっと一貫してやってきたわけですけども、他の病院と違うのがですね、いわゆる焼灼手術、がんを焼いて治療すると、これを中心にしてやってきたわけです。肝臓がんの手術というのはやっぱり切除手術、取り除く手術が主に行われていると思いますけども、切除手術になると、肝臓を大きく切ってリスクの高い手術になりますけど、焼灼手術というのは針をこう差し込んで焼くだけということになりますので、もう出血量がもう圧倒的に少ない、体のダメージも非常に少ないと、もう数日の入院で済むと、患者さんにとって非常に楽なんですね。ですから、この焼灼手術にこだわって、このずっとやってきたということです。焼灼療法には2つの療法があります。マイクロ波凝固壊死療法と、お腹を開けて音型針をですね、がんに差し込んで治療する方法です。大きな範囲は焼けないんですけど、何回も刺すことで、5センチぐらいまでのがんを治療することができます。ただし肝臓の表面に針を差し込みますけど、抜けばじわっと出血しますよね。肝臓を見ながら治療するんで、抜いた針のところをこう出血を止めることができますので、何回も針を刺すという特性上、やっぱりこうお腹を開けてやらないといけないと、こういうことになりますですね。ラジオ波焼灼療法という、針の先端がこうタコ足みたいにこうニュッと出てくる、開発していただいたんですけども、それをもう腫瘍に差し込んで、がんに差し込んで焼くと、1回刺せば大きな範囲が焼ける針を開発していただいたので、皮膚の上から差し込むだけで治療することが可能になりました。これがラジオ波焼灼療法といいます。ラジオ波はですね、3センチぐらいの病変まで焼けるんですけど、血管だとか胆管に近いところにあるのはちょっと刺しづらいと。肺がこうありますでしょ、肝臓ってこう外側に肺があるんですね。肺に隠れて見えない部分はちょっと外から刺すことはできないですね。肺を貫いてしまいますからです。小さいということが条件ですが、あと場所にもよります。刺しやすい場所であればもう切らんでも大丈夫という。肝臓がんの療法について前久留米大学肝胆膵部門の教授であり肝臓外科の専門家である奥田先生にもお話を聞きました。小さなあんまり進行してないようながんに対しての根治性のある治療というのは切除と焼灼術の2種類あるんですね。切除は侵襲は大きいんだけど根治性を確保できる、そうすると患者の手術後の負担につながるというのがあるんですが、切除はね、最近腹腔鏡とかロボット手術で低侵襲でかなりできるようにはなったんですが、技術的な場所とかでロボットとか教室化ではできない、それもかなりまだあると。2023年9月赤須先生の患者さんの中に焼灼手術を施しにくい新たな腫瘍が現れました。で、僕は手術を3回かなした方なんですけども、肝臓の奥の奥に今回は腫瘍が、がんができまして、体の真ん中を通る大静脈という、大静脈の脇にできたがん、肝臓がんですね。これがあろうことか、ね、そのこの血管をこう圧迫している、形成しているがんなんですね。これを取り除くということになると、肝臓のこう約7割を摘出しないといけないと。がん自体は25ミリか、小さながんですけど、ただそのために犠牲になる肝臓が非常に多いということと、大きな手術をするということはそれだけ大きなリスクを背負うことになりますですね。一方ですね、これを焼くとなるとすぐ隣に血管があるわけですから、もし焼いて血管を損傷してしまえばもう出血を止めるのが難しいですよね。ですから、焼くにしても大きなリスクを背負わんといかんということになります。今回ね、下大静脈のすぐ横だったんで、しかもものすごい深い場所ですよね。切除を行うとなれば、これがまたね、腹腔鏡なんかではできない非常に難しい場所、深部でね、これを針を刺す焼灼術、これも非常に難しいんですね。だから治療が非常に難しいがん、2022年にね、比較試験が
その結果は3センチ以下3個以内であれば焼灼術と切除の生存率が変わらない。で、焼灼術の方が入院期間が短くて、合併症も少ないという結果だったんですね。比較的小型の肝がんに対してね、根治性を持って低侵襲でやると。患者さんにとってものすごくいいことですよね。ただ焼いた手術で成功すれば体の負担は非常に軽く済むと。やっぱりでも患者さんが楽な方がいいと思いますんで、今回はラジオ波ですね、針を刺して焼く治療を選択しています。絶対に傷つけられない大静脈の隣にできた肝臓がんを、切開をしないラジオ波焼灼療法でどのように焼灼したのでしょう。ここに白く映っているところが癌なんですけど、よく見ると上にこう三日月状のね、傘みたいなところがあるんですが、こっちが血管、こっちが癌ですね。つまり血管をこう圧迫して、三日月状になっているわけですけど、すぐ隣に大きな血管があるということが見て取れると思います。ここを焼くためにはですね、かなり正確な針の動かし方が必要ですね。超音波で皮膚をこう通してみると、皮膚というのはちょっとね、分厚いんで、超音波で見ると奥の方が見えづらいんですね。ですから皮膚だけちょっと切って、皮下脂肪がありますですね、皮下脂肪のところに超音波の機械を当てると皮膚よりよく見えるんですよ、病変がですね。ですから今回は、切ってはいるんですが、ちょっとですね、中まで切ったわけじゃなくて表面を切って、皮下脂肪のところに超音波を当てて、より奥の方が見えるようにちょっと工夫しました。その方法を使うとですね、超音波でも奥のまでこう見えてくるんで、正確に針を進めることができました。赤須先生ね、僕もびっくりしたんです。損傷してはいけない血管があるのを避けながらね、こう針を調整しながら最終的にそこの腫瘍に当てたと。ちょっとずれたらね、大丈夫、損傷してしまうかも、それが大出血。そういうのを、避けながら安全に、そして焼け方もね、十分なほどの焼き方をしてきれいに焼いたと。長年のね、技術の積み重ねと経験も、そういったものを活用してこういう治療ができたんじゃないかと思いますよね。もしこれを切除手術でするとなると、おそらく7、8時間ぐらいの手術になるんじゃないかと思います。針刺して焼く時間って、20分ぐらいだったと思います。トータルすると1時間半ぐらいかかったと思いますけど、時間が短くて済むってことは、それだけダメージが少ないってことですし、切開したとはいえ、切り傷があるだけですんで、体そのものにもダメージはないわけですね。手術から退院までどれくらいかかりましたか？手術して退院までは、5日かな。これ切れば1ヶ月の入院しとかないかんですよね。もうだいぶ違いますよね。肝臓がんはどのような人が発症しやすいですか？従来ですね、 C 型肝炎が元になって肝臓がんになる方がもう大半でした。ただ C 型肝炎も治療ができるようになりまして、C 型肝炎が元で肝臓がんになる人も激減してます。で、今問題になっているのは、アルコールを飲まなくて脂肪肝になっている人、こういう脂肪肝からがんの発生が増えてきています。こういった方はですね、がんの発生の恐れがあるということを常に頭に浮かべとってもらいたいですね。肝臓がんができた時に、こんな、なんで前に分からなかったんですか、よく言われます。だけど前に分からないんです ね。病院に来ないと症状はありませんので、どうもなくても必ず病院に行ってください。チェック受けてください。このことは今回また強く言いたいと思います。お願いいたします。